ムイズッティーン・バフラームシャーは、北インドのデリー・スルター・アーガーサ、奴隷王朝の、第六代君主。第三代君主であるシャムスッティー・ニル・トゥ・トゥミシュの息子に、あたる。1240年、姉のラズ・インヤが遠征中に反乱で捕らえられた、ことにより、弟である、バフラームシャーが、デリーで、トルコ系貴族ら擁立された。その後、デリーに進軍してきた姉の軍勢を破り、 バフラーム、シャアの地位は、確固としたものとなった。だが、バフラーム、シャアは、トルコ系遺族が、ラジーヤに対抗するために擁立されたに過ぎず、その実験は、チェファルガーニーの一人で、殺傷マリク・イフティアール・ティーム・アイトキーンに、握られていた。アイトキーンは、バフラーム、シャアの妹と結婚したばかりか、像を保有し、自邸の前で日に3日音楽を演奏させるなど、 あたかも事実上の王であるかのように振る舞った。バフラームシャーは、アイトキンの横暴に耐えきれなくなり、その暗殺を計画して実行した。だが、別の有力者、バドルッティン・スンカルが権力を握り、彼の打倒を計画した。後、スンカルの計画は露見するところとなり、バフラームシャーは、彼と賛同者数人を殺害した。そうした中、年冬に、 オゴデーハーンの派遣したモンゴル軍が北、インドに侵攻し、多数の人々が虐殺されるところとなった。バフラー・ムシャーはこれに応戦するため、チェハル・ガーニーらにトルコ系貴族にデリーから出陣させたが、彼らは自分たちを死なせているのだと思い込み、デリーへと帰還した。こうして、デリーはトルコ系貴族に3ヶ月にわたり包囲された後、1242年5月に、 攻略されてしまい、バフラームシャアは投獄され、同月15日に殺害された。バフラームシャアが投獄された際、マリク・イズ・ティーン・バルバンという人物が多いを、戦しているが、これは、チェハル・ガーニーには認められず、彼の一人芝居に終わった。ありがとうございます。